今回は、場所とか位置とか方向を表す前置詞です。まず最初、場所、位置ですね。場所の一点を表す前置詞。We took a train. 私たちは電車に乗りました。渋谷という場所で、そういう場所でですね、この場合は、at を使います。これ、in 渋谷じゃないので気をつけてください。in っていうのはちょっとまた後になりますからね。場所の一点、これは at。look、はい、at him。ね。look at で僕たちはね、覚えてますけども、この at っていうのは、この後ろに、この一点があります。この視線の先の一点。この場合、彼という点を見なさい。だから、アットっていうのは、その一点というイメージですね。前回、時間の時にもやりました。時間の中で一点なので、時刻とかを表す時にもアットを使いましたね。では次は、内側とか内部です。私は静岡に住んでます。I live in 静岡ですね。これは、静岡県とか。いう例えば、一つのやや広めのエリアの内側っていうイメージですね。さっきのアット渋谷は渋谷という場所でっていうふうに地点を表しましたね。彼は一日中オールデー家の中にいました。He stayed in the house ですね。何かの内部、内側、これがインでした。では、接触とかあるいは関連の意味。There is a clock、時計がありますよ。The wall なので壁ですね。これは壁に時計がこうかけられている。そんなイメージ。接触を表すのは、はい、on になります。on っていうと、例えば on the table、テーブルの上とか、何々の上っていうふうに覚えている人も多いと思うんですが、実はもう接触の意味ですね。テーブルの上っていうのはテーブルの上に乗っかってます。くっついてます。そんなイメージ。My house is、はい、on the street。じゃあこれはどんな意味かというと、私の家は通りの上にあります。じゃあおかしいですよね。オンっていうのは接触です。通りにくっついてます。ってことは、つまり通りに面してますっていうふうに訳さないとおかしくない。なので、こうやって前置詞って、同じ前置詞でも、こう文脈によって、自然な日本語に訳す、ね、訳し変えている必要があります。では次。He wrote a book. 彼は本を書きました。ね、Ancient China っていうのは、古代の中国。古代中国に関連する本です。はい。on ですね。こういう場合の on というのは、はい。この about も似てられないですね。何々についてっていうのがあります。では次です。複数あるいは二つのものの間っていう意味です。he is very popular. 彼はとても人気があります。彼のクラスメートたちの間で、複数いる中の間。これは among ですね。では、今度は二つのものの間です。The office is、その事務所はですね、コンビニエンスストアとベーカリー、コンビニとパン屋さんの間、2つのものの場合は、はい、between ですね、複数の場合は among、2つの場合は between です。では、真上とか真下です。The plane flew、飛行機は飛んだと。で、どこを飛んだのか。That mountain、あの山の真上をこんな風に飛んでいた。こういう場合は、はい、over ですね。じゃあ今度は真下です。I put a lot of books.、たくさんの本を置きました。どこに置いたかというと、the bed. ベッドの下。これは、はい、under ですね、真上、真下ですね。over, under です。では次です。何々より上、あるいは下です。何か基準があって、それよりも位置的に上、それよりも位置的に下。こういうふうに言いたいときは、例えば、彼の部屋はレストランの上です。こう、マンションが。1階がレストラン、2階が彼の家だったとします。こういう場合は、はい、above というのを使います。位置的にレストランの上に位置してますよ。じゃあ、当然、レストランは彼の部屋の下に位置してます。こういう場合は、a restaurant is、はい、below his room ですね。この over, under というのと above, below、このイメージの違いですね。気をつけてください。では次は方向です。到達点とか目的地っていうのがその後ろに来る。こういう前置詞。彼女は学校に行きました。まあ、これ見慣れてますよね。She went to schools. to の後に来る。この school っていうのはこの目的地とか、あるいは到達地とか。これが来ます。私は彼女に話しました。I talked to her ですね。彼女っていうのが私が話す先、目的地です。これもし with だったら、私は彼女と話しましたですね。with と to によって全然イメージが変わってきます。
次は方向です。I left 大阪。私は大阪を出発しました。東京方向、東京の方面へです。この場合は、for になりますね。to っていうのは、この一地点ですね。到達地点。でも、for っていうのは、そちらの方向、方面へです。なので、この for っていうのはよく乗り物とかに使われます。例えば、this bus is、このバスは渋谷方面へ向かいます。This bus is for 渋谷ですね。to と for のイメージの違いもしっかり、区別しておいてください。じゃあ最後は、出発点とか起源です。こう、どこどこから、こういうイメージですね。My teacher is カナダから、来ました。出身です。これは from ですね。cheese is made. チーズは作られています。何から作られているかというと、牛乳からです。from milk ですね。前これ、be made from, be made of の違いってやりましたね。from っていうのは、この原料。まあ、チーズを見て、それが何からできているのか。パッと見てわからない。そういう場合には、フローですね。オブっていうのは、見てそれが何でできているのかがパッとわかる場合、材料の時がオブでしたね。こんな風に前置詞、イメージで覚えてください。今回は以上です。ありがとうございました。